こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。お久しぶりですね。はい。ちょっと長い間、1週間ほどお休みしてて、申し訳ございませんでした。ちょっとね、バタバタしてて、はい。年末年始なんでね、はい。年末年始はまだ早いか。まだ年末やな。はい。で、今日は無課金非属性縛り、柴犬丸やっていきたいと思います。はい、なんとね、もう100式をね、やってない。本当に、他の方の動画も全然見てなくて、初見なんですよ。ほんまの初見なんですよ。ほんまにダンジョンわかんないんですよ。だから、まあ、せっかくね、ちょっとまあ、ルフィ出てたんですけど、もう多色組んでたんで、多色パーティーで挑んでいきたいと思います。非属性縛りのね。はい、こちらになります。ちょっとバッジがね、指が足りなくて、ちょっとバッジ指になっちゃうんですけど、はい、貴族性いないやんけって思われる方が、心配ないです。ちゃんとセットしてあります。では、紹介しましょう。はい、ルフィに、支援体制2つに脱支援体制。で、ファガン武器ですね。はい。で、こちら、光に本色攻撃強化。で、スキル、潜在がスキルプラスに、プラス。スキルチェーン2つ。で、これ、ウソップのパチンコをつけてますね。はい。で、ラグナロク、ヒラグドラ。はい。4色攻撃強化に、助演解放、集中砲火。はい。で、マルコですね。マルコに、スキルチェーン4つ。で、回復力がね、ちょっと心もとないかなと思ったんで、はい。回復力プラス振っております。で、これ、アイアンマンちゃうわね。何やったっけ。キャプテンアメリカや。はい。はい、こちらがテオールですね。テオールに中学生10個無強化に上演解放、スキルチェーン2つ。これはウルトラマンジードの武器をつけております。で、フレンドさんルフィに、はい、これだけ知ってるんですよ、僕。はい。で、スキルチェーン2つに、このね、何も知らないって言ったら嘘つきました。ごめんなさい。はい。アシスト無効回復。これをつけていただいてます。はい。L 字にちゃんとつけてね。はい。それでは、参りましょう。もう一発撮りでいきますよ、僕。もう、このね、世界が僕好きなんですよ、一番。遅延来ますと、やっぱり、スキルちょっと盛りすぎたかな。弱体がドロップなんか来んの？そこは知らんかった。じゃあヘイストかけていきましょうか。いきなりキングは取れねえだろ。で、ギアフォースして、待って、ちょっとごめんなさい。ちょっと待って。オプション、これタイムアタックやで。分かってる。スキル確認オンにして。で、これは早く使っときたいんで、これ使って、エネルギーの融合って何やったっけ？ちょっと忘れたな。はい。タイムアタック言うてもね、そんな、あれか？そんな、タイムきついっすか？これ。ちょっと僕、本当に初見なんで、ちょっとそこら辺がわかんなくて。はい。お、めっちゃ弱体が来るな。はい、これどのもいいよいしょさすがルフィ。もうルフィやったらね、もういっぱい消したらいけるんちゃうかな思って。はい、独占吸収向こう来たね。ここで向こう貫通ニャンガースコンボ現象。あ、それきついな。ニャンサンダー何言うてんねん。とりあえず、まあ、全体攻撃しないといけないんで、はい。回復しとこうか、一応。はい。よいしょー！ OK！ で、ここで属性吸収無効の集中砲火来るので、いやー、いった！それは痛いで。ちょっとゴムのキングコングガン使っていきましょう。はい。いや、これ一発でクリアしたらすごくない？まだ2フロアやけど。回復しなあかんね。悪いけど。いやー、回復、どうしよう。いやー、ちょっと5つ消ししてみようか、火力優先で。多分マルコやったらね、足りると思うんですよね、結構。よいしょー、抜けましたねー。オッケー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 。鬼火。なんだ、ルーレット作るんかい。いやー、きついて、ルフィにルーレット、そこ2個は、パークする子、オッケー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 。ここは大丈夫。で、このオールドパーで使って、ちょっとごめんなさい。あ、ちょっと待って、スタンドの高さが。低くなったよ、スタンドの高さが。うるさいな、僕。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ここから指も伸びてへんねん。大丈夫かいな、こんなパズルして。いやー、1で !1 ですいません。ちょっとね、これは多色、ルーレットはしな、無理ですね。ちょっと、闇カーリちゃうか。ちょっと光カーリ使うとこミスったか。はい。まあ、もう、初見チャレンジは、はい、この程度で終わっといて、はい、ガチャ行きましょうか。はい。はい。クリスマスガチャ8連届いておりますね。はい。まあこんなしょうもない動画を出すのも僕のスタイルなんで、はい。じゃあこれでお別れといきましょうか。ダイヤね。椿欲しいよ。椿欲しいよ。ダイヤじゃないとお話になりません。おっパティおー、ナイスーナイスー。ただね、武器でしか使えないんですよ。このアカウント特殊な訓練受けてるんで。はい。はい。このダイヤでかかってるよ。止まるんかい。ちょっとね、椿は追いたいんですよね、僕個人的に。いや、これ昨日村井さんが出されてたやつ、ちゃんと公式放送見てましたよ、僕。いや、どうしようかな、椿狙いで1回だけ引いちゃおうか。1回だけ引いちゃおうか。はい。ダイヤ。あ、じゃあ、ダイヤが出るまで。ちょっと上々コラボ前にね、使っちゃうのもあれなんですけど、どうせね、1月に100個来るんで、いやー、ちょっと待って、ダイヤが出るまでって言うてるんやけど、ダイヤさえ出てくれたらちょっともう諦めがつくんやけど、止まるんかい。ちょ、待って、椿はね、どうしても欲しいんですよ。いや、さくやちゃん、かわいいね、もう。いや、ちょっと、やっぱどうぞ、椿はね、諦めきれない。ごめんなさい。なんかいろいろの、今日ごちゃごちゃしてた動画で。はい、ダイヤ出た。白ちゃん。いや、もう、9個やろ。もう1個しか使えへんね。これもう、引いちゃおうか。ちょっと、ほんまにダイヤだけお願いします。いやー、ちょっと。そう。はい。てなわけで、はい。まあ、ガチャ結果でもお待ちしましょうか。はい。あ、ほら、クリスマスちゃんと回ってるんですよ。で、スーパーゴッドフェスもちょっと回しちゃって、はい。こんな感じです。あ、ちょっと待って。はい。この下から見た方がいいですね。はい。こんな感じでございます。いやー、椿欲しいな。ちょっと本当に。もうだって、これはね、可能性に満ち溢れてるからね、普通に。いや、椿狙いで、ちょっと、どうしようかな。石食べようかな。はい、ちょっとコメント欄でアドバイスください。まあね、ジョジョコラボがね、僕、このアカウントはね、非属性縛りなんで、ジョナサン・ジョースターぐらいしか、まあ、非属性のキャラ、昨日見たところ、パッと見でいなかったんで、はい、あれなんですけど、椿追っといた方がいいよとかコメントよろしければください。あと、百式は茶番でごめんなさい。まずはね、絶対リベンジするんで、はい、ちょっとね、洗濯魔法さんといけないんで、ちょっとこの辺で、今日は切りますね。はい。それでは、久しぶりに見てくださってありがとうございました。よろしければね、楽しかったら、ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとメンバーシップもね、90円で入れるので、そちらもよろしくお願いします。あと概要欄に Twitter の、リンクとか入ってあるんで、そちらもよろしくお願いします。何個言うねんって話だね。はい、それじゃあ、バイバイ。